内マッチョ、フォルテです。シャキン。本日は素晴らしい発表があります。第2回ジュニアオンラインピアノコンクール開催決定。第1回ジュニアオンラインピアノコンクールが去年開かれましたが、皆様のおかげで大成功に終わりました。素晴らしい先生とともに、たくさんの参加者のおかげで盛り上がったオンラインコンクールとなりました。今年も開催させていただきます。今回のコンクールでは、前回のコンクールとは大きく変わった点があります。予選から審査員の先生の好評がつくといった点です。前回参加された方からのご要望に答え変更させていただきました。ですので、予選では3人の先生方からの好評がつき、本戦では5人の先生方からの好評がつきます。それも予選は本戦と素晴らしい先生を迎えることができました。ありがとうございます。オンラインコンクールは誰でも自宅から参加できます。ですので皆様のモチベーション、皆様の音楽を動画にして審査員の先生にぶつけてみてください。皆様からいただいた音楽で最高の先生たちが各々アドバイスをさせていただきます。皆様にとっても受けるだけでなく、すごい成長につながるコンクールだと思っています。受賞することが目的ではなく、先生方の好評がもらえるといった点に注目してぜひ受けていただけたらなと思います。入賞者記念コンサートはやっぱり受賞者の方とやらせていただけたらなと思っているのですが、第1回の入賞者の方とはまだ開催できてません。っていうのはコロナが落ち着いたらやると書いてあったのですが、何度も緊急事態宣言が出されたりとか、あとやっぱ海外の入賞者の方がいたりとかね、なかなか開けておりません。ですが今計画しているものとしては、来年の2022年2月6日に入賞者記念コンサートを東京で開けたらなと思ってます。これは合同ではなく同日っていう形で分けてやらせていただきます。ですがコロナによってもしかしたらまたね、日程が変更になってしまう可能性もあるのですが、今計画している段階としてはそちらとなるので、皆様ぜひ一緒にそこに向かって頑張っていきましょう。そして入賞するだけでなく、皆様もやはり自分の音楽に対して動画にして審査員の方にぶつけるっていうことを目標に、たくさんの方お待ちしておりますので、ぜひとも受けていただけたらなと思います。というわけですので、皆さん詳しくはホームページ等をチェックしてください。すっごく詳しく書いておりますので、ぜひじっくり読んで参加お待ちしておりますので、皆様バイバイ。